では今回はちょっと言葉を覚えていきましょう。一応ね、覚えなくてもいいようなものと、覚えといた方がいいものっていうのは確かにあるので、今回のは覚えといた方がいいです。覚えといた方がなんか式を理解しやすくなります。で、どういうことか。今回勉強したいのは例えばこういうやつです。 7x-10、 この式は 7x+-10 っていうふうに変えることができます。ポイントはまず一番最初に全ての式の途中のこの符号をねプラスに変えることです。で、これで何がわかるかというと、実は、こことここが実はこの全体、このね式におけるこれ全体式ね、式における項というものだということがわかる。項と言います。で、なおかつこの文字を含む項、文字を含む項についているこの前の数字、これを係数という言い方をします。係数です。なので 7x-10 に戻ってもらうと、この式は2つの項 7x と -10 からなっていて、で 7x は文字を含むんで、この x の係数はと言われたら7であるっていうことが言えると分かります。もうちょっと練習してみましょう。-3x-4y+5 はどうなるか。例えば、ちょっとこれあれにしましょうか。これにしましょうかね。で、これをまず全部プラスに直しましょう。-3x はそのままです。ここはね、ここはもう変形しようがない。次を変えましょう。無理やりマイナス、あとプラスに直します。こうですね。そうすると、この式は3つの項からなっていることが分かるわけですよね。ここと、ここと、ここです。これが全部項と言います。全く一緒です。で、文字を含んでますよね。これね。文字を含んでいる項に関しては、その文字の前についている数字。この2つが、やっぱり、係数。っていう言い方をします。細かく言えば、例えばこれ x ですけど、これ x の項、これを y の項という言い方をします。そうすると x の項の係数は何って言われたらマイナス3、 y の項の係数はって言われたらマイナス4ですっていう言い方ができます。項のことを何て言うかというと、定数項、定まった数の項という言い方をします。それはなぜかっていうと、実はこの x や y といった文字、この文字のことを未知数っていう言い方をするからです。まだ決まっていない数、未知数と、もう決まってこれ以上動かせない数、定数っていう言い方で判別してるんですね。で、未知数は x の項だったり y の項があって、で、x の項、未知数項のうち、まあ、x の項の係数は何かはマイナス3、 y の項の係数は何かはマイナス4っていうふうな言い方をします。まずこの言葉をね、しっかり覚えていきましょう。で、もう一つ大事なのは、例えば指数を習ったので、この先こういう式が出てくる可能性もありますよね。+2x+1、 こういう式が出てくる可能性もあります。で、この場合、これね、今まで x の項って言ってたんだけど、こことここ両方 x を含むんだよね。でも、ここの指数の数が違うんで、こことここは 3x とかって計算はできないんですよ。で、そうするとどういうことになるかというと、例えばここ指数、この3つの項を比較したときに x の、ここの数が一番大きいものをこの式の次数という言い方をします。次数です。次数は、ここの数字のことを言います。ここね、
ここは もちろん1だけど、で、ここは、0ですよ。ここは0です。x を踏んでないものの、x の次数は、次数はって言われたら、定数項に関しては0です。x が1個の時は1時と言います。つまり、ここは1時の項っていう言い方もできるわけですね。1時の項。で、ここは指数が2なので、ここの中には x が2個含まれています。つまりここは2時の項です。で、そしてこの時っていうのが時数の時ですね。なので、この式は全体の中で一番でかいのは2時の項なので、この式全体は、二次式ですよっていう言い方ができる。二次式ですよ。とするともちろんマイナス 3x4 乗プラス、5x2 乗マイナス 3x マイナス1とかいう式があったとします。そうするとこの中で一番大きい指数っていうとここですね。4が一番大きいです。ここは、4時の方ね、4時の方だし、ここは2時の方ね、で、ここは、まあ、ちょっと語弊があるからここはね、書きませんけど、そうするとこの中で一番大きいのは4時だってことが分かるので、これは4時式っていう言い方になります。だんだんちょっといろんな言葉が出てきましたね。で、ラストです。さらにこれをパワーアップさせます。どういう式になるかというと、4x3 乗マイナス 2y の2乗プラス x マイナス y プラスの5とかってなったとしますよ。だんだん複雑になってきましたけど、そうすると、まずこれを、まあ、丁寧にやると、4x3 乗プラスマイナス 2y の2乗プラス x プラスマイナス y プラス5ということになりますね。これで全部項に分けました。そうするとここが全て項ということになります。例えばここはx の3次の項ですね。x の3次の項。これは y の2次の項。ここは x の3次の項という省きますね。ここは y の2次の項。ここは x の1次の項で、ここは y の1次の項。で、定数ですね。で、あとは例えば、じゃあこれは x に関しては何次式ですかって言われたら、 x についての3次式ですよね。3が一番大きいからね。 x に関しては。じゃあ y についてはって言われたら、 y が一番でかいのは2なので、y に関しては2次式ですっていう言い方になります。これ気をつけてくださいね。これからどんどん出てきます。この式は x については何時の項ですか、 y については何時の項ですか。例えば y の2次式じゃない、 y の、2次の項の係数はと言われたら、 y の2次の項の係数はマイナス2です。 x の1次の項の係数は何ですか、 x の1次の項の係数は1です。1は表記上省くっていうルールは言いましたよね。マイナス 1x とかじゃなくてマイナス x だし、 1x は x のことです。なのでこの場合は、例えば1次の y の項の係数は、1次の y の項の係数はマイナス1ですっていう言い方もできるわけです。なので今回覚えてほしいのは、この係数だったり項だったり次数だったり、そしてその式が何次の項なのか
もっと言えば Y については何時の効果、 X については何時の効果っていうのをこれからどんどん教科書の中で見分けるようになっていってください。この辺はね、ちょっと中学生の方にとってはちょっと背伸びだったけど、今のうちに知っておくとちょっとね、かっこいいで、ルールは一緒なのでしっかり覚えておいてください。で、まあとにかくね、中学生で覚えるべき項目っていうのはここら辺だから背伸びしすぎてきついなと思った人はここからこっちだけ、できそうな子はこっちまでやってみてください。